皆さん、明けましておめでとうございます。ガチガチサイラル王女警護よ。今日一緒に勉強したいと思った曲は MA さんの残響参加です。今日はこれから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラームせてよろしくお願いします。基本的な説明です。名前はエメ、活動は2011年からしました。レーブルはサカラーミュージックと、事務所はアゲハスプリンスです。名前のエメは自身の長年の愛称であるエメに由来し、フランス語で愛する、好むを意味する動詞であります。今日の曲残響参加はアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマでございます。今作の主要キャラクターである宇治天元役、男と女の美瑛と欲、愛情を渦巻く夜の街遊郭園の舞台に、疾走感満点のメロディア、アグレッシブなギターソロが鬼との戦いとぴったりリンクします。それで今日の観戦ポイントは、その曲の疾走感を楽しみながら見てほしいです。では行きまーす。おー、진짜영상미너무좋더라고요네진짜귀멸의칸날의분위기가그일본계약이잖아요딱맞는것같아요아너무귀멸의칸날같이만들면애니메이션안좋아하는사람은안볼텐데맞아맞아적당히귀멸의칸날적인게들어가고그곡에도잘맞고약간진짜귀멸의칸날약간실사화하면약간이런느낌이날것같아요할거면이런느낌으로했으면좋겠어요그러니까나는첫스타트가딱무슨게임 CM 같은느낌이잖아그러니까그런느낌도있더라고이거쓰는게진짜어려웠을것같아요그개화기적인느낌을넣는거잖아요넣어야되잖아요그개화기적인느낌을넣으면사실옛날느낌을넣는다는게촌스러워지거든요잘못하면너무멋있다진짜근데되게멋있게잘쓴것같아요영상미가진짜저후지산인가딱스타트부터악기가그냥빠방하게막다들어가있으니까오막 시작부터심장이막뛰더라고너무좋은게악기는다그냥밴드악기오케스트라악기를쓰고화면은또되게영상미는현대처럼해놓고전통적인분위기를다갖고온게진짜너무신기하더라고이런거이게베이스도어그레시브해서베이스가받침악기가아니라메인악기이될정도로되게화려하고진짜잘믹스가되어있는거같아진짜대박인거같아이번애니메이션의제일중요한캐릭터아까말했던우지텐겐이또입버릇이화려한하대나이런말을많이하는데 그런분위기도많이녹아있지않나싶어요오이구오진짜돈진짜많이들었구나그럼뭐영화수준그니까요진짜실사화한것같아아こういう疾走感がある曲って言われててよく聞いてみたらあのギターのソロのあたりが体力が必要なソロなんでずっとこうしないといけないっていうだからそういう疾走感が出るんじゃないかな楽器体が全部走るっていう感じをしながら音色もアグレッシブにガガガガいじったっていう感じで編集されたのが結構印象的でしたエメさんはエメリズムというなんか作詞名前でやっているんですけど色のことを多い使ってもう青い赤いと色だと個人的になんか思い出せるイメージがあるんじゃないですかそれでなんか歌詞の内容も想像ができるように詩を読んでいるみたいにこれ感じれてすごいなと思いました
魅力的な部分が多すぎて何を言えばいいかと思いましたけど、やっぱりエメさんの魅力的なハスキーボイスがミュージックビデオと音源のいろいろ魅力的な部分を全部合わせてるんじゃないかなと思いました。本当に最初は少年の男の声じゃないかななんか思ったり、エメさんの曲聴いた時にはそれ感じれました。오진짜저기서있으면진짜판타지안에서있는느낌이날것같아요아니실제로저렇게막내앞으로막다가온다생각하면난저렇게못서있을거야 울잖아요도망가다포기하고멈춘데이번에또맞서서뛰어갔네이거훅도진짜기억에너무잘남아이거너무좋아요どうでしたか。今回に家のスピカとエアポッドと全部聞いてみて、こうブラスとか楽器が多いなのに低音のことがいやあんまり強くなくて、これなんか最近録音するときにやっぱり楽に聞こえるようにミキシングするのことが最近の人気なんですけど、それをなんか使ってみたかななんか思いました。久々に弾く楽しみがある曲かな、うん、僕あのギターとベース家でゆったりしながら弾くんですけど、これコピーしながら、あ結構最近こういう曲なかったなと思いながら、うん、一人でわーって弾きました。楽しかったです。鬼滅の刃のシーズン2がテレビでやってるんですけど、めちゃ見たいんですけど一応我慢してます、うん、全部息で見るように、ね、でもこの曲の レビューを準備しながら諦めてちょっと見てみようかなと思うように、その期待感を持てするような曲でした。本当に作るのが難しい曲ですね、こういう曲は。最近はスピーカーじゃなくてイヤホンで聴くから、ちょっと聴きづらかったらあんまり聴かれないんです。楽器がすごい多いから、それを楽にミックスするのはすごい、うん、大変なことで、アニメに合わせながらダサくなくするのもすごい大変なことで、いろいろなところですごい曲だと思いました。選択と選択できないことの歌詞があったんですけれど、2021年はみんな選択したこと、夢を叶えるようにしていけばいいんじゃないかなと思って、こんなノリノリ曲を聴きながら一緒にいけばいいと思います。今年もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。シュッ。あ今週も見てくれてありがとうございます。